あんまり綺麗じゃないかも。どうも、書道家中島白龍です。書道やってる皆さん、書道やってると洗面台汚れますよね。うん。うちもそうです。汚れます。で、まあ、メラニンスポンジとか研磨剤入ったので結構綺麗にやってても、意外と墨の汚れあんまり落ちないんですよね。うん。で、特に筆洗いってシンクの場合があったりとかするから、やっぱり汚いと、まあお教室だった場合は平気なんですけど、例えば自宅で一時書いてると洗面台汚いとね、誰か来ちゃう時とかちょっと嫌だなと思うんです。で、そこで我が湘南書道会では実はこれを使ってます。ハイホーム。これね、いつもね、どうすればね、洗面台きれいになるかなと、筆洗えばきれいになるかなって思っていろいろ探して、たどり着いたのがこれです。うん。もうすごいきれいになるから、じゃあ実際にちょっと使ってみて、ビフォーアフターの感じ見せてみようと思います。ビフォーは、こんな感じ。まあ、端の方、そうですね。ちょっと。あんまり綺麗じゃないかも。一生懸命こすっても、まあ、こんな感じですかね。では、ちょっと水を流してみたいと思います。ちょっと。ビフォーだと。こんな感じかな。あんまり水弾かないですね。はい。じゃあ実際にちょっと洗ってみようと思います。こんな感じ。クリーム状みたいな感じになってるんですよ、こうやって。で、なるべく、うちの湘南書道会はちょっとこう固めのスポンジを使ってます。で、実際にちょっとやってみましょう。こう、本当にもう、こういう風にやって、円を描くように。で、こういう縁のところは結構汚れがちなんで、こういうところもしっかりとこうやって。問題はここが、この曲がり角が落ちないんですよね。曲がり角、ちょっと邪魔。よいしょ。曲がり角をとにかくこう、よーく磨いて。もし自宅で教室やってる方もですね、こう、なんだろう、洗面台汚いと生徒さんがなんだか汚いとこだわと思ってしまうかもしれないんで、なるべくこう、ね、綺麗にした方が、書道を始める人たちがいいし、逆に自宅で書いてる方は、やっぱどうしてもこう、ご家族がね、過ごすスペースが汚いと、やっぱり書道に対して快く思ってくれないかもしれないから、そこら辺をちょっと、気を使うといいかなと思いますね。流し終わったらこんな感じ。ビフォーと比べてすごい綺麗でしょね。結構ね、ほんと2、3分こすっただけですごい綺麗になって見違えるようだし、結構ね、だからね、いい感じだと思いますね。ちょっとね、実際ね、水を流してみるとよくわかる。ビフォーの時も流したんですが、こうして流して、もうね、水のね、キレが全然違うんです。こうやってすぐ、これ、乾いてるんですよ。こうやって。触っても大丈夫。これもっと磨くともっと綺麗になりますんで、よかったらね、こう、ぜひ試してみてくださいと思います。アフターはこんな感じ。見違えるようでしょう。ほら、特にここら辺とかね。結構綺麗になってます。はい。うん、いい感じですね。もっとこするともっと綺麗になりますね。ちょっと水も流してみようと思います。止めるとわかるよ。ほらほら。もう、ビフォーの時とは全然違って、もうすぐ水がはけていく。いい感じです。ビフォーとアフター比べてみるとわかるんですけど、結構ね、綺麗になります。まあ、うちのはこう、シンクの銀色の感じのやつなんですけども、やっぱとっても綺麗になったんで、まあ、よかったら試してみてください。で、書道をやっぱやってると、なぜがダメかっていうと、やっぱ汚れるとかね、部屋が汚すとか、まあ、そういうのでやっぱこう、敬遠されがちなんで、まあ、汚さないのはなかなか難しい。やっぱり。どうしても汚れてしまうんで、せめてじゃあ、どんな風に綺麗にしたらいいかなとか、家族の方に理解を得るには、まあ、汚さない方がいいしとかっていうのを考えると、まあ、洗面台が綺麗な方がいいと思うんで、よかったらね、こう、ハイホーム。もちろんね、他にももっといいものがあるかもしれないから、まあ、その時はね、ぜひね、コメント欄とかで、僕にも教えてください。うちの湘南書道会では、我が湘南書道会では、ハイホーム、使ってます。うん、どこでも売ってる。Amazon でも売ってるし、僕の家の近所のビッグカメラで持ってました。はい。よかったら使ってみてください。チャンネル登録よろしく。Twitter、Facebook、Instagram もチェックしてね。